ミニボートピアカマオープン5周年記念、初日の戦いメインカードドリームレース第12レースです。メンバー、1号艇山口の今村豊、2号艇徳島の宇野健太、3号艇福岡の竹井奈美、4号艇三重の高岡健太、5号艇兵庫の小坂直也、6号艇大阪の上條信太、以上のメンバーです。枠なりでの作戦待機行動 インに入っていくのが1号艇の今村豊24四乗制覇へあと1乗となったこの芦屋今大会はコウモーターを引き当てまして追い風です行く末を占うべくドリームを勝って波に乗りますか今村のイン戦そして勝って甲府での宇野健太、武井奈美が2コース3コース2コースに2号艇宇野そして3コースが地元女子レーサー3号艇武井 4コースの角は近況リズム e 四4号艇、高尾健太、5コースにはあ屋前回優勝の5号艇の高坂直也サイアウト6コース、近畿地区トップルーキーの6号艇の上條信孝、3対3です、進入内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートまで2秒。 1>, 1秒スタートしましたドリームレース第12レース1番そしてダッシュ3人勢いよくスタートしました最終1幕の攻防戦逃げる1号艇の今村豊汰まくりにかかる4号艇高貴健太刺した2番5番と向こう正面も押し切った1号艇今村豊がトップ スタートは前提正常でした先頭1号艇、今村豊すでに大きなリードさあ、2番手が激戦区2マークの攻防戦先頭は1号艇の今村豊そして2番手争いから5号艇の小坂が先行そして入って4号艇の高幸とホーム直線コースへ2番手は5号艇の小坂がリード3番手に4号艇の高幸上位3手1番、5番、4番レースは2周目です先頭1号艇、今村豊向正面へ 2番手が5号艇の小坂直也3番手に4号艇の高貴健太上位3艇は1番、5番、4番後続は6号艇上条信孝2号艇宇野健太3号艇武井奈美となっています2マークからホーム側引線を仕切っている1号艇の今村泰折り返します2番手に5号艇の小坂直也3番手が4号艇の高貴健太 1>, 1番、5番、4番の上位体系でレースは最終周回へと入りました先頭走るのは1号艇の今村豊しっかりと期待に応える走りですそして2番手が5号艇の小坂直也、3番手に4号艇、高尾健太1番、5番、4番この決着3連単のオッズ37.9倍となっています ドリーム男の名を手にします。1号艇の今村井高最終コーナーを折り返しました。2番手が5号艇の小坂直也、そして4号艇高尾健太と回りましてドリームレースゴールを迎えます。先頭1番五輪、5番五輪、4番五輪、6番五輪、3番2番五輪、以上前提五輪しました。